別の町に来てもここにありました。ないと言われると思うけど一回聞いてみますね。スパゲッティってやっぱ今ない？ありますよ。ありますか？あります。本当に？コールドコーヒーとアイスクリームでしょ、欲しい？別の町に来てもここにありました。ないと言われると思うけど一回聞いてみますね。多分ないですね。店内こんな感じです。ですね。もう僕すいません。くじけました。もうこれがないときつい。エアコン。あのね風がないんですよ。風がないからエアコンがないときついです。あのねこの町も僕も。いた限りではそんなにまだオフシーズンって感じなのでないと思うんだよね。何もかもが。聞きたいことあるんですか？なんかスパゲッティってやっぱ今ない？ありますよ。ありますか？あります。本当に白いもある、赤もある。あ、そう。トマトとかクリームもあるよね。あ、そう。何ここスパゲッティピーピーって何？ペペはちょっと、スパイスね。スパイス？そうですね。辛いのかな？辛い。アラビアータかな？しょっぱいじゃない、辛い。あ、辛い？そうですね。あ、でも僕それがいいや。あ、じゃあこのスパゲッティ、これ何て読むの？ペペ。ペペ、はい、わかりました。お、お願いします。じゃあ、それは、赤いソース入ってないも、そんな、種類も入ってない。周りに入ってるね。あ、わかるわかる。わかります。いっぱい入れないね。うん、あ、いいですよ。はい、わかります。そうすると、わかるわかる。インディアンスタイルだといっぱいソースだけど。そうですね。これは、それはインディアンスタイル。それはまあ、ヨーロッパスタイルの少しだけど。そうだよね。それが好きなんで。そう。じゃあ、よかった。じゃあ、まずそれをお願いします。はい。はい、ありがとうございます。ありました。楽しみです。ちょっと期待して、待ってみましょう。あ、どうぞ。ここのレストランですけど、まあ、外国人もそれなりに25年前はね、こういうレストラン行くと大概もう外国人しかいませんでしたね。で、そんな感じでね、日本語の本を旅行者が、まあ、置いていくんですよね。4分の3ぐらいが日本語の本ですね。ここオーナーさんは、まあ、11年前まで日本にしばらくおられたんだそうです。後ろの方に今度は西洋人の2人組のお客さんも来ました。というわけで、お隣の方、すごく安く喋る方で今ちょっとお話ししてました。すごいね。バジルの葉っぱが乗ってます。まあ、アラビアータ的なものだと思うと言ってますが、スパゲッティ出てきました。インドでスパゲッティがやっと食べられました。これは、チーズが乗ってます。バジルが乗ってます。アラビアータ的な味かなと思ったんですが、どうでしょうか。ちょっと食べてみましょう。僕自身スパゲッティ食べるのは2年ぶりぐらいです。なるほどなるほど。あのね、ボロガネーゼ、ボロガネーゼスパゲッティってあるじゃないですか。ミートボールか、ミートソースかに近い味ですね。ミートソースだけどもミートが入っていないミートソース。あ、これが一番分かりやすいかな。そんな感じの味です。辛くないですね。なるほど。あ、僕はアラビアータにしてほしかったな。もっと辛く、あのトマトベースだね。僕っていうかね、僕ね、あの上手なんです。あのアラビアータ、あの生の缶詰とかホールトマトじゃなくて、生のトマトから作る僕のアラビアータは、自分で言うのなんだけど、めちゃくちゃ美味しく作れることができるので、僕の方が美味しいです。まあいいや。一応チリが入ってますね。ミートソースのミートなしって感じです。というわけでもとても美味しいです。でお隣 のスペインからお越しのトゥリストの方、このお店にいつも来るんだけど、おすすめのメニューがな、あのなんちゃらかんちゃらって教えてくれたんで、多分このお店また次来ると思うんで、その時に彼ら、ヨーロッパから1年ごとに来られるというスペインの方のおすすめのものはまた次来た時に、頼んでみようと思います。というわけで、ただ2年ぶりのスパゲッティ、とても美味しくいただきました。ちょっと隣のしゃべりがいっぱい声が入っちゃいますけど、スパゲッティでもちゃんとした普通のスパゲッティですね。インドのスパゲッティやっと食べました。それだけです。そうそう、忘れた。
スパゲッティ忘れてました。あのね、スパゲッティが美味しいのはあのデリーメインバザールのあのなんだっけ、サムスカフェ、サムスカフェってビビックホテルですねの上にあるサムスカフェのボロガネーゼが美味しいです。あの多分マトンだと思うんですけど、マトンのミートソースボロガネーゼっていうスパゲッティがですね、あのやっぱりこれと似たような感じで上にチーズ乗ってて、で肉、ひき肉、ひき肉っていうのが入っててとても美味しかったです。あの一口目はね、癖があるかなと思うんだけど、二口目以降とても美味しく思える不思議なスパゲッティです。ニューデリーにメインバザールに行く方は多分ね、ホテルビビックだとかサムスカフェ、あのサンサロですね、あのメインバザールずーっと進んで、左側に行くとゴールデンカフェなんですけど、そのまままっすぐ行ったすぐぐらいの、サムスカフェっていうところですのスパゲッティは美味しいです。多分値段はやっぱ200ルピーぐらいだと思うんですけど、美味しいのでメインバザール行った方はお試しを。